パパの研究にこのことが書かれていたわ。預言者の墓所は忘れられた町の一つを見下ろす崖の上だと言われていた。言い伝えによると預言者が眠るオアシスがあるらしい。場所を示してる。全部理解するのは難しそうだけど、でもこの言葉は預言者、これだわ。パパは正しかった。治癒の奇跡を行っているわ。パパのメモにも書かれていた。何かを示してるみたいだけど、ビザンティンの文字ね。でもよくわからない。見せてあげたかった。連中も墓を狙ってる。彼らより先に見つけないと。中がもういるわ。中に入らないと。
ニティ教団は預言者とその信者たちを追って帝国中を探し回り、とうとう秘密のオアシスで彼らを見つけた。その信者たちを追って帝国中を探し回り、とうとう秘密のオアシスで彼らを見つけた。兵士と巡礼者たち、トリニティ教団、預言者はトリニティ教団に殺害された。奴ら道をこじ上に行く方法はないかしら。もしかしたら水位を上げられるかも。
連中が入ってくる。水位を上げないと。あのバーに乗れたらなんとかなるかも。見つけたわ。爆薬を仕掛けろ。預言者の墓、ようやくここまで来た。埋蔵品は？中だ。運が良ければ。開けろ、ゆっくりだ。危険なものかもしれん。おい！あんた一体誰よ。君は頭が切れる。もう分かってるんじゃないのか。トリニティね。埋蔵品はどこにある。一体何の話かしら。嘘をついても無駄だぞ。君がここに先についてたんだ。いい、私が来た時には空だった。他に誰もいなかったし、埋蔵品もなかった。